皆様こんにちは。今日はですね、私の歌ではなく、私のライフワークの一つでやっております折り紙を使った貼り絵の紹介をしたいと思います。ちょっと近寄ってみますね。これが月ですね。花びらもすべて折り紙で作っております。ちょっと角度を変えてみましょう。このように立体になってます。ちょっとゆっくり回しますね。この草の粒々もすべて折り紙です。これは小撚りといって、一度折り紙を紐状に加工したものです。これを刻んだり、色を混ぜたりして使っていくわけですね。ここの水面の部分は小撚りを長いまま使って貼っております。全体を写しますね。この絵の大きさですが、50号というサイズを使っております。実際ちょっとタバコと比べてみましょう。これがタバコですね。ちょっと離れます。大体このぐらいの大きさですね。そうですね、畳1枚ってとこですかね。畳1枚を少し小さくしたぐらいの大きさですね。作品が完成しました。これから額装して飾るんですが、額が、まだ注文から来て届いておりませんので、とりあえず裸の状態で一度皆様に動画で紹介しようと思って今撮っているわけですね。私が使っている折り紙をちょっと紹介したいと思います。これなんですが、もう普通のこういう折り紙です。教材用の単色ものを使います。使う色がたくさんありますので、こういうもの、単色で100枚束になっているものを使います。中取り出したのもごく普通の折り紙ですね。この3色で実は桜の花びらは作っております。この桜の花びらの部品をちょっとアップで紹介したいと思います。見えますか？これが花びら状に切ったもの。紐状のものは小撚りです。赤い粒々はこの小撚りをさらにハサミで細かく刻んで粉状にしたものです。これを花びらに加工して貼っていくわけです。じゃあ花びらのアップをもう一度写しましょう。このような状態ですね。紫の花びらも混ざっております。これ紫というのは、枝の裏に隠れた影の桜の花を表現しております。ではちょっと引いたところからもう一度見てください。こんな感じですね。もうちょっとアップで撮りましょうか。花びら。あとはこの下の方には菜の花が咲いております。菜の花がこんな感じですね。はい、ここにやじろべえと出ております。私の絵を描いている時の画稿に使っております。歌を歌っている時にはタピロスですが、絵を描いている時はやじろべえです。よかったら覚えておいてやってください。それではもう一回弾きますね。
な感じですね。この絵はライティングで色を変えるので少しライトを調整してみましょう。今ライトを消した状態、ちょっと映らないかな、ちょっと映りが悪いかな、もう一度ライトをつけましょう。ちょっと上のスポットを電球を色を落としてみました。こんな感じですね。はい、今額が注文からまだ上がってきておりませんので、額装しましたらうちの店に飾ります。よかったら見に来てあげてください。こんな感じです。ありがとうございます。それでは失礼いたします。